どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、しげちです。では今回も地球防衛軍 4.1 やっていきます。それとね、しげちチャンネル登録者数2000名様突破、どうもありがとうございます。皆様のおかげで2000人突破いたしました。またね、これからも頑張っていきますので応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、防衛やっていきましょう。前回が、巨人たちの戦場、まあね、EDF 劇場版みたいな、内容だったんですけども、今回は、高所狙撃戦、大型輸送船が飛行ドローンを投下しています。飛行する敵が相手ではウィングダイバーチームはその力を発揮できません。そのため高所からの狙撃で大型輸送船の破壊を試みます。ストームチームはスナイパー装備で出撃、輸送船を撃破してください。狙撃ポイントはとあるビルの屋上です。狙撃中の安全を確保するため護衛部隊が同行します。なお目標はあくまでも大型輸送船の破壊です。もし巨大生物に遭遇しても絶対に持ち場を離れないでください。輸送船の破壊に成功すれば直ちにウィングダイバーチームを投入、残った巨大生物を殲滅する計画です。なんか壮大な計画ですけど大丈夫でしょうかね。行きましょう。出撃します。でやばいやばいやばい、赤いのも出てきたこれやばい。おお、ここはちょっとやばくねえか。これはか俺前の方の時はここスナイパーになってね、レンジャーになったんですよ。ここだけ無理なんだって、無理だったんでそう、こうなるんで。よし、倒した。でもう一機の輸送船が落ちた。やばいな、これはここで生き残るしかない。うお、無理無理、ちょっと無理終わって、もう無理。うお、ちょ、あ、落ちた、あ、落ちた落ちながら戦う、落ちながらでも戦う。俺はやばい、死ぬ。今なんか飛行ドローンに乗った気がするけど死んだ。動けない。あ、落ちた。やっぱり地獄に落ちてしまった これきついな。ここも空襲中攻撃やめて。うわ、やばい。あ倒したのに動けない動けない動けないって。あ、雲も来るこれ無理でしょ動けない本当に。雲も来るしさ、フェリーはね高機動ですけど動けなかったら意味ないですからね。もうここ早く終わって次行きたい。このステージだけは嫌だ本当。飛行ドローン出てくる時点でもう嫌だ。飛行ドローンじゃないな、飛行ビーグルだな。一番の嫌なやつは、あいつだあいつだ、あいつらが一番ダメだよ。今まで出会ったゲームで出会ってきた敵の中で一番嫌いかも。飛行ビーグルだこいつら。見るだけで嫌だ。あっち行け。下に降りない方がやっぱいいのかな。なんかそんな気がしてきた。でもここだと圧倒的不利な気もしないでもない。おお、近い。
次いきます。打ちます。打てない打ちますって言ったけど打てなかった。見づらいな。やっぱはじかれた。よし、オッケー。じゃあちょっとこのままここで戦ってみよう、こいつらと。意外といけるかもしれない。ウィングダイバーどこにいるんだよな、これ。よし、俺も空を飛んで空中戦だ。引っかかってる。この作戦は意外といいかもしれないぞ。あいつに大ダメージを与えたいですね、この赤いやつに。早い、動きがめちゃくちゃ早い。今勝っちゃうんすか。よし、当たったぜ。これで攻撃だ。当たらない。何あの打ち方、ちょっと適当すぎるにも程があるよ。よし、一気撃破。逃がさねえぜ。よっしゃ、こいつらさえ倒せば楽なんじゃない。みんないいぜ、よくやってる。急所ものだ。あ、やばい、死にそうだ。勲章もんじゃねえし、死んじゃ何にもならない。危険だが危ない。おお、助かった。怖え、これはやばい。十分な体力がないと殺されちゃいそう。こいつらがやばいね。やっぱ飛行ドローンを倒しとかないと。攻めるスタイル。よし、よし、いいぞ、なんか調子いいぞ。俺だって1年間以上フェンサーをやってるんだ、舐めないでもらいたい。優勝。
思えば君たちとも長い付き合いだな、フォーリナーとか言ってたら死ぬから、真面目にやろう。ジャベリンは十分あるね。ちょっと回復アイテム取りたいですね。1200じゃ一発キルが、よし、あそこに見えれば大回復ゲットしていく。もう一発ダメ押しに、もう一発大回復ゲット、アーマーも拾っていく、武器もちゃんと拾いましょう。よし、心に余裕が出てきたぞ。いいことだ。余裕を持つってのはね、日常生活でもいいことだからね。余裕を持ってね、何事もシンプルに遂行しなくちゃいけない。ここは相手に有利な地形だから移動しましょう。平べったいとこじゃないとね、まとわりつくからね。さあカモン、君たちにできないことをする、遠距離攻撃。よいしょ。これでも跳ね返せるからな。もう雲だけかな、雲だけっぽいっすね。来たね。お危ない危ない危ない、お さあ見なさい。お、そんなとこから来るとは、なかなか鋭いやつだ。よいしょ。したいかい。すごいジャンプするな。ものすごい跳躍力。こんなとこにいる。壁で防がれてるよ。さて、よくもやってくれたな今まで。さあどう料理してくれようかね君は。当たらないね。まあシンプルに倒そう。シンプルが一番だぜって偉い人も言ってたぜ。ミッションクリア。お疲れ。さあブラストフォールスピア M3FG20 ガハンドガトリング、これが新しい武器ですね。ちょっとレベルがあんまり高くないけど見てみましょうか。武器を選んでください。どんなやつだ。センサーは4つまで装備することができます。ああ今んとこガトリングガンでは一番強いやつかな。これだね。破壊力に優れたガトリング砲か。ダメージ100で、次なるミッションはそびえる機銃、こんなあったかな。次回はここをやっていきたいと思います。今回もご視聴くださいましてありがとうございました。それでは次回またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。